今夜あなたの大事なものをいただきに参ります。女怪盗ミストレス C。 眠りが浅かった。いいえ、最初から寝たふりをしていたのね。やるじゃない。この私を罠にはめて待ち受けるなんてね。さすがはマスターだわ。そういえばそうね。そう、肝心なところが伝わっていないのね。それは予想もしない、イノセント&ピュアだけど、それも楽しいバレンタインズナイト。それならそれで別にいいわ。怪盗は怪盗の仕事をするだけよ。何かを盗みに来たのではなくてという顔ね。いいのよ、これはそのために必要なもの。怪盗七つ道具の一つとでも思っておきなさい。このミストレス C が盗みのために使うものは、実際のところは七つじゃ足りないけれどね。金、微笑み、情熱、技術、秘密、執心、時間、恐怖、快楽、そして愛。欲しいと思ったものを得るために必要なすべて、それらを惜しみなく使うのが怪盗よ。でもそれでは手に入らないと分かってしまったらどうすべきなのかしらね。それができないのが私というものなのよ。永遠の若さと血のように、欲しいものは欲しいと思ってしまうの。ああ、一応言っておくけれど、伯爵夫人なのだから、もちろん私にも夫はいたわ。愛してもいたわ。でもそれはそれ、これはこれ。いい女は貪欲なものなのよ。あなたのものも、他の誰かのものも。気づけば手を伸ばそうとしてしまうの。しかし、そうね。こうなると、少し手を変えるしかなさそう。今日の回答の時間はここまでにするわ。ここからはただのカーミラ。仕事終わりのドライブに行くわよ。付き合いなさいな、マスター。夜だからいいのよ、そこでしか味わえないものがあるの。静かで冷たくて少し怖い。そんな鋼鉄の乙女の歌声を聞かせてあげるわ。怪盗の姿をしていなくても、今の私は魂が怪盗。油断したわね。チョコだけではダメでも焦ることはないわ。少しずつ少しずつ盗んであげる。そう、私は何でも使うのよ。このシンクの幻想も、綺麗な夜景もね。で、どうして周りの夜景を見ないで挙動不審にこちらを見ているの？
心配しないで。事故なんて起こすものですか。せっかく誘ったのだから、ドライブをちゃんと味わってほしいわね。いきなり何を言うのかしら。ちょっとびっくりしちゃったじゃない。そのつもりだったわよ。まったくもう。いけない、これはいけないわ。ちゃんとしないと。盗むのは私であって、取り返しのつかないとんでもないもの盗まれてしまうわけにはいかないというのにね。後ろから脅かさないでよね。何？あなたまで妙な気配に惹かれてきたの？ま、いいわ。今日は私も不気分だし、いつもの暴言も今日はさらっと流してあげる。それで、ここには何の用？見ての通り、おかしな逆さまのお城だけど。そう、チョコと観光か。どっちも選ぶとは欲張りね、マスター。ここちょっと世界遺産っぽいし、わかるわかる。私もつい釣られてきたほどだもの。でも残念なことに、露店も名産も宝物庫もなかったわ。あるのは鳩とチョコファウンテンだけ。そりゃバレンタインだからチョコがメインなのはわかるけど。ん？バレンタイン、バレンタイン、チョコをもらいに私のところまで？って、しまった！チョコの相手って私か！忘れてた。なんて言えない目をしているわ。邪神でもすっとぼけるのは不可能だわ。でも、なんとかごまかさないと。美の女神を歌っておいて、バレンタインを忘れてたとか、失態にも程があるし。チョコレートでしょ。そうそう、わかってるわ。ちゃんと考えていたわ、ちゃんと。うまくごまかすには。ごまかすには。ごまかすとか。ああ、もうごめん、無理。素直に謝るわ。ごめんなさい、マスター。何も用意していませんでした。私はダメな女神です。そりゃあね、私だって今日の大切さは知っているわけだし、あなたには日頃からわがままも聞いてもらってるし、ここで返さなきゃ女神が廃るってものでしょ。だから素直に謝ったの。チョコ事前に用意していなくてごめんなさいって。でも幸い今日はまだ始まったばかり、いくらでも挽回のしようがあるわ。はい、そんなわけでスクーターを出すから後ろに乗って、マスター。観光がしたいんでしょ。ならとっておきの名所に連れて行ってあげる。光栄に思いなさい。私がタダでマンナを飛ばすなんてめったにないんだから。ええ、世界中を回れば素敵なチョコも見つかるだろうし、二人で一緒に最高のチョコを探しましょう。
準備はいい？それじゃツアースタート。誰にも真似のできない最速のバレンタインをプレゼントしてあげる。これで先端を開いてしまって本当にいいのだろうか。いや、これが現状で用意可能な最大限の戦力だ。もう何度も脳内会議で検討を重ねて結論付けたはずだぞ。であるならば、これはただの戦前の強打に過ぎない。恐れるな、ラクシュミーボーイ。いざ出陣。少しいいだろうか、マスター。今日がどういう日なのかということぐらいは私にも分かっている。だから日頃の式に対する感謝を込めて貴殿に贈り物を用意してみたわけだが、敬重を願う。戦のために用意した物資について指揮官に嘘偽りなく正確に報告すべき義務が部下にはあるだろう。なので説明の機会をいただきたい。ありがたい、感謝する。そうだな、まず私は必要な人材を登用したのだ。能力の足りない作戦立案者の分まで優秀な協力者をな。みんな快く手伝ってくれた、感謝するしかない。最初に呼んだのは菓子を作る技術を保有した者たちだ。恥ずかしながら私は料理などよりも馬に乗ることの方が好きな王妃だったからな。そして次に私はこの作戦における最大の懸念点に抵抗するための人材を用意した。多ければ多いほどよかったが、見つけて声をかけることができたのは3人。そう、中和剤、空気清浄機的な働きを期待し、何もしないでいいからただそこにいてくれと呼び集めた幸運 EX の助っ人たちだ。そうして私は作戦を開始した。頼りになる仲間たちばかりだったが、道のりは簡単ではなかった。かき混ぜていただけでなぜか爆発するボール、痴漢の魔術でも使われたかのようにいつの間にか入れ替わっている砂糖と塩。なぜか邪悪な生命を得たように材料が暴れ始めた時にはマルタ殿の浄化の力を借りるしかなかった。途中でギリシャの女神が飽きたと言って離脱してしまったから、それが何かのバランスが崩れる要因となった可能性も否定できない。残る二人は最後までいてくれたのだがな。語り部は数多の怪奇現象に涙目でおろおろし、その横でサンタはひたすら陽気に踊っていた。それでも事態は悪化の一途をたどった。数多の困難が私たちに襲いかかった。しかし私は諦めなかった。絶望的な状況でも戦い続けねばならない時というものはある。そして
その永遠とも思われた抵抗戦の果てに得られた戦果がこれだ。私は私であるゆえ戦い抜くのが精一杯で、見た目はこのようなものになってしまった。だが味は普通で食べられるはずだ。だからそのこんな不格好なものではあるが、日頃の感謝の気持ちだ。受け取ってくれるだろうか。ああ、そんな一度に。恐れを知らぬのか、貴殿は。そういうところだぞ。本当に平気か。そうか。それなら、よかった。あ、いや、うぬぼれるつもりはない。貴殿はそう言ってくれているが、正直、出来自体は大したものではないだろう。だが、人並みに感謝の贈り物ができたというだけで、私としては十分な成果なのだ。だから。部下の戦意を向上させることができるのは、紛れもなくいい指揮官の条件だ。うん。贈り物だけではなく、改めて言葉でも言わせてもらおう。これまでの素晴らしい指揮に感謝を。そしてこれからも私は貴殿のために全力を尽くす。よろしく頼むぞ、マスター。